こんにちは、ノクさん。買ってはいけないを買ってはいけないっていう本の紹介だったですかね。私この本知らないですね。もう本も読まなくなりましたね。私もね、ブログとかね、人からのメッセージ、それはよく読んだりとか、 YouTube もよく読んだり見たりするんですけども、買ってはいけないね、扱われていたのが、そのアムウェイで、出ているプロテインに遺伝子組み換えの大豆が入ってるかどうかってことでしたけども、ここについてちょっと今回はね、私なりの見解をお話ししようと思います。遺伝子組み換え食品、遺伝子組み換え大豆は使っていませんっていう表示があったりなかったりしますけども、遺伝子組み換えってなんか危ないんですかね。なんか遺伝子組み換えっていうと気持ちの悪いものを想像するんですけども、私はそうは思わないんですよ。もちろん遺伝子組み換えの中には有害なものもあると思います。でも遺伝子組み換えの全てが有害ではないので、遺伝子を組み換えられていても無害なものとかね、その有害率が低いものを使えば全く問題ないですし、もっと言うとね、これからの食糧難に対応するためには、その遺伝子組み換えであろうがなかろうがね、使わなければならないものもありますし、遺伝子組み換えを避けて通れはない、避けては通れない道だと思います。まあ、もともとトウモロコシなんてね、改良に改良を重ねた遺伝子組み換えみたいなもんですし、私たちの肉体も太陽光に当たれば日々遺伝子組み換えさせられてるんですよね。ですので、遺伝子組み換えの全てが安全だということも私言いませんけども、全てが危険っていうね、先入観も取っ払っていかなくてはならないのかなと思います。で、最も危険なのは食品がないってことなんですよね。飢餓以上に恐ろしいものはなくて、飢餓は死ですから、選択肢のない死ですから。しかし遺伝子組み換えっていうものの中には有害率の低いものを選ぶって選択肢が残されていますんでね、これは猿の惑星という映画の中の言葉ですけども、最も恐ろしいのは飢餓なんですよね。で、私たちは遺伝子組み換え食品のどういった組み換えなのかってことを知る権利もありますし、知る方法があるんで、例えばね、アムウェイの商品に遺伝子組み換えの大豆が使われていたとしても、それが無害なものであるんだったらどんどん気にせずに使えばいいのかなと思いますし、そもそもね、遺伝子組み換えっていうのがいけないことなのかどうかってことはね、なんとも言えないですね。というのが、まだ分かっていないんですよ。遺伝子組み換え食品が世の中に流通して、30年ってことですかね。で、こういった食品に対する人体のダメージっていうのはすぐに出るものもありますけども、100年後、200年後、もしくはもっとね、数千年とかっていうね、長きにわたって徐々に、体に変調をきたすものもあると思うんですよ。添加物についても、添加物の一切が悪いってものではなくてね、添加物の中にも有害なものがあれば、添加物の中では有効なものもあるわけですよ。というのがね、私たちの寿命っていうのは伸びてますけども、これ食品添加物が私たちの食卓に上るようになってから寿命っていうのは伸びてきだしたんですよ。で、そういうと健康寿命は短いよっていう人がいますけども、確かにね、健康寿命は他の要因でも短くなると思ってるんですよ。例えば私たちは3度食事を食べてますかとか、適量を食べてますか、それこそね、栄養素を気にしながら食べてますか、どんな食品の要素が自分の体に悪影響をもたらすかを調べていけば、ちゃんと長生きできるんじゃないかなと。それこそ添加物を取りながら添加物を取らないっていうのね、そういった形でやっていけばいいと思いますけども、それは朝から晩まで体に悪いと思われているものとか、低価格のものを食べていれば体は悪くなりますけども、自分で食材を選びに行って、自分で食材を調理して、調味料の量をね、計算したりとか、そもそも塩コショウぐらいしか使わなかったりすると、今度はね、添加物の入ってくるところがないんですよね。ですので、添加物とか遺伝子組み換え食品にアレルギーを感じる方、いや、それは体に悪いって感じる方は、そもそも自分の食卓にそういうものをね、たくさん取り入れてるんではないかなと思います。別に私はね、自分が、食品に対してものすごくね、厳しい目を持っているっていうつもりはありませんけども、私が見るところ、お金持ちの方っていうのはね、外食を多く用いるんですよ。なんでかっていうと、その信頼できる外食、そういった食料のプレゼンターさんのところにはね、プロデューサーさんのところには、有害な遺伝子組み換えも出てきませんし、有害な添加物も入ってこないんですよ。厳選されたその分だけコストは高いですけどね。で、そういう方が自炊する食材っていうのも、なんかね、普通のスーパーとかでも買うんですけども、どっから仕入れてきたのみたいな、通販で野菜とか肉とか買ってるんですよね。そういうのを見ると、食品にコストはもっともっとかけていいんだなと思います。そうすると、添加物の問題も遺伝子組み換え食品の問題も、その人たちから言わせればね、下々で起きてることだっていうふうに言わせることができるみたいなんですよ。なるほどねと。食品って真面目に取り組めば結構高いもんなんですねと。
いうふうに私は一つね学ぶことができました。まあ、私もなるべくね、こだわって食品を取りたいなと思うんですけども、悲しいかな、田舎なんであんまりね高級なスーパーってないんですよ。ですんで私はお隣さんとかそこら辺の身の回りの畑の人にもらうことにしてますんで、遺伝子組み換えも入ってこないですし、それこそ食品添加物も入ってこないのね。暮らしが田舎であるほど直接畑からもらうからこそできるのかなと思っているところが今でございます。都市部の生活ってのは本当にもしかしたら一番危険なのかもしれないですね、そういうのがね。はい、それでは今回は以上です。ノックさんありがとうございました。